はい、岸田総裁にちょっとインタビューをしてみたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそお世話になります。あのライブボイス改革、皆様から15,730件いただいております。多くの皆さんの声を寄せていただいていると。一番多い声が暮らしと家計について、ある意味ではもう政治が身近なものであるということを、多くの皆さんが感じている、調査でもあるのかなと。厳しい意見も、たくさん寄せられているみたいです。はい。我々も、覚悟していましたし、これからもどんどん受け止めて、自民党を成長させる力、あるいは日本の政治を前進する力に持っていくことができればと。解決できるものは、すぐにでも対応していきたいと思いますし、これからも皆さんの声を受け止めていきたいと思っております。それでは最後に一言。ライブボイス改革。意見があるなら自民党。どうぞ皆さんよろしくお願いします。